おはようございます。ただいまの時間は7時ジャスト、まもなくしまなみ海道原付道入り口になります。桜綺麗ですね。今日はしまなみ海道へちょっと、桜を見に来ました。大島博多島と渡って博多島の愛媛県では、ここですね、原付道入り口来島海峡大橋。愛媛県で有名な桜の一つである、開山公園、昨日初めて知ったんやけど、今まで自分らの周りも開山公園開山公園寄ったから、そうじゃ思っとったんやけど、どうも昨日開花情報を調べよったら開山公園っていうそうです。開く山と書いて開山公園。今日は天気もええし最高ですよ。来島海峡大橋、料金所、大島200円。今治から大島までは200円ですね。はい、大島上陸ですね。博多尾道方面行きます。桜綺麗に咲いてますね。今へ降りてきたら気温がだいぶ下がったな。これめっちゃ寒なった。今海に出てきたね、あそこ。はい、ここから入ります。料金は50円だね、ここは。はい、料金所50円。どうしようか、よいしょ。出会わしたらいかんよ、賽銭箱じゃないんだけ。おゴー、博多島の開山公園向かいの博多島上陸。317から県道50だったのかな。入って、はい、ここは開山パーク入り口。はい、を登っていきます。2つ目の駐車場やね、これ。どっから行くのかな、これ。
一つ言ってみて、こう到着駐車場。あった。バイク駐輪場あったわ。バイク駐輪場。展望台それでは開山公園を出て大島の方へ戻りたいと思います。早来てよかった。だんだん混んできよる。自分来た時はまだ吸い取ってよかった。私ここは初めてでした。有名なところだけあって綺麗かった。このシーズンは上り下りが一方通行になるんで、これはいいですね。上りやすくて降りやすい。はい、開山公園展望台から降りてきました。海が綺麗ですね。降りてきたのが8時40分ぐらいやから、
で、あの混み具合なんで、もう10時ぐらいになったら大混雑やのね。もう開山公園行くんなら、もう早い時間がええね。はい、博多大島電気道入り口です。はい、向こうが正面大島。はい、大島に降りてきました。正面に見えるあの島が野島、村上水軍の城があったところですよね。野島城よ、村上城よとか野島城よとかしら。で、後ろの大きい島があれなんて言ったん、三島言ったんかね、何言ったんかちょっと忘れたけど、この野島もね、前まではね、桜がいっぱい、島いっぱい桜で埋まっとって、このシーズンになったら綺麗なかったんやけど、もう桜がどうもなくなっとるね。ちょこっとしかなくなって、ちょこっとしかないわ。はい、ちょっと寄ってみよう。展望台、この大島にある枯れ山展望台へ行ってみます。はい、枯れ山展望台、枯れ展望公園入り口。お、枯れ山展望公園ゲートがあるよ。さっきの開山公園展望台と違うて、展望所公園と違うて、こっちは桜が少ないから人は少ない、
少ないというよりおらんね。はい、到着。お、桜きれいや。桜吹雪。カレイ山展望公園、展望台、ギャラリーは閉まってますね。で、こっちには東見茶屋。わあ、景色の良さそうなカフェあるけど閉まっとるね。ああ、これは景色良さそうなよ。